ーヒーのなんかループにハマってきてまさかの私とカメラマンさんはコーヒー今までそう頭はてなマークになっちゃって、だってコーヒーコンビニのコーヒーもほら今結構さ、そうですね、優秀もう、うん、いやと思いきや、うん、まあ、手軽にねもう百何十円で買えるので、うん、もういいんでしょうけど、うん、やっぱりそこにもやっぱ鮮度があるわけですよ、うん、どこどこさんどこどこさんってあるんですけど、うん、やっぱ鮮度が一番なので、うんうん、店内香りしないですよね。あれ一杯ずつちゃんときちんとね豆をひいてドリップしてるんですよ。だからすごい、ね、すごく優秀な機械なんです。機械はね、機械はすごい優秀です。だからあそこに使ってる豆を私の豆で使えば店内もコーヒーの匂いちゃんとしたコーヒーが飲める、はい、でも匂いがしないってことはあ、だからある程度そもそも豆がおかしい、豆がねある程度ね時間が経過しちゃってる。結局ですね、ああいうのって大きなパックで充填されて、まあ窒素充填なり真空パックなりで多分入ってくるんです、うん、でガス抜きって言ってちゃんとガスを抜くプッシュするなんかボタンみたいなのがあって、うん、でガスを抜いて膨らみを取るんですね、うん、それガスを抜くと結局どん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 劣化していくわけですよ。であれの袋に詰まってるのってもう真空パックの状態だと結局1年間っていう賞味期限の規定があるんです、うん、全日本 コーヒー協会っていうと、うん、その規定の中の範囲で売ってるから別に問題はないんですよ、うん、たださっき言ったよね7日間でしょこっち1年とか半年でしょ。いやだって笑えるレベルですよね。そう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 、そんなのを飲んで、まあ、130円なり110円払ってもただ110円とかだったらねいいっつって皆さん何杯飲んでる。だからコーヒーなようなものを飲んでるってことですね。ああそうですね、はい、コーヒー風味はい、そういうことだよね。本物のコーヒーじゃなくて、私さちょっと本当に自信なくなってきちゃって本物のコーヒー飲んだことないかもしれない。コーヒー風味もう飲んだ瞬間から違うっていうもんね、このコーヒー。いやもうちょっとツーンと鼻に入るんですか。で鮮度の落ちてるコーヒーっていうのは舌にねちょっと苦味が残る、喉越しが悪い。だからいいの飲んだことないからさ比べようがない。例えばコーヒー飲んだ後に何か欲しくなるんですか。例えば食べるとか飲むとかっていうのはそうなんでしょうけど、うん、コーヒー飲んだ後ちょっとねこんなのに残ってて水が欲しくなったりするんですよ。鮮度の悪いものは大体ここに残る。で鮮度のいいものは喉越しよく全部入ってる、口の中に何も残らない。まるで水を飲んでる。そうそうそう、じゃあもう絶対にダメだ。絶対私が飲んでたコーヒーはコーヒーじゃない。まあ一つ今コーヒーもねちょっと利尿作用があるので、うんうん、健康な人は1時間でトイレに行きます、うん、飲んだ、うん、腎臓の働きがいい人ね。それも、それはあくまでもいいコーヒーを飲んで、うん、コーヒーコーヒー、コーヒーだ、コーヒー何でも、うんうん、だからちょっと行かない人は、うん、ちょっと気をつけた方が、うん、コーヒーを飲んだ、それはコンビニのコーヒーで、ね、うん、そうですね、利尿作用はあるんで。あ、じゃあコーヒーを飲んだのに1時間以内に尿意を催さない人は体がどうか悪い、うんうん、腎臓の働きちょっと悪いかもしれない。コーヒーの入ってる成分ってもう薬学的にはすごく研究されてて、うん、いろんな成分あるんですよ。その中で今有名な成分は要はカフェインとかね、カフェさんとか、うんうんうん、クロロゲン酸とかっていう、うんうん、酸の成分。妊婦さんはやっぱり飲まない方がいいの？うん、まあできればカフェインがゼロではないので。ああ、なるほどね。今カフェインですってのも流行ってますよ。流行ってますね。ただあれは加工食品なので正直言うとまだよくはないんですよ。正直言うと、うん、加工ですよね。そうだよね。よくはないです。じゃあさ家庭ではどうしたらいい？まずその美味しく飲みたいなら豆から買って、引く機械を買って、うん、それ無理だよね。いやいや、みんなさん知ってますよ。うちのお客さん7割、8割も引く機械も買って、これ、そうそう、こういうこと、はい、こういうの、そうそうそうです、こういうの買って、はいはい、業務用の機械買った人もいます。美味しいもの飲むなら業務用のミルを買ってくださいみたいな。7万ぐらいですよ。あ、でも一生使えるわけだもんね、はいはい、美味しいコーヒーが。だからそこまでこだわる人もいれば、まあちょっとほらお子さんと一緒にこれできるんです。楽しみ。一杯分ずつやればいいわけですから、一杯分で大体15g ぐらい使うので、はい、これは何？はい。すごいでしょ。みりんのペットボトルなんです。みりんのペットボトル、ね、はい。で、こう底を切って、うん、ね、これアイスコーヒーを作る専用の機械開発して。まあお手軽ですね。すごいですね。これは。アイスコーヒーって香りが本当はあるんですよ。香りのあるアイスコーヒー飲まれたことありますか、ね、それは入れ方なんです。この入れ方に必要な秘密液です。アイスコーヒーって急冷が一番いいんですよ。急速に冷却する、うん、なのでコーヒーのねドリップってここに下にサーバーがあります。で、うん、粉があります、うん、でここでこうやってドリップするんですよ。
ここに氷をたくさん入れます、うん、でこうやって粉を通って氷火がこのアイスを通って冷たく出来上がる。ここに氷、はい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 、でここで本物のアイスコーヒー、うん、ここに粉入れて、本物のアイスコーヒーで急冷じゃないですか、うん、よくあったかいやつを冷蔵庫に入れて冷やしとくとかって、うん、あれ、うんうんうん、あれ酸化するからもう酸っぱいコーヒーになっちゃう。で大体アイスコーヒーを作ったらもう2日ぐらいでもう飲み切らないと酸化してしまう。あとさ、缶コーヒーとかで香る缶コーヒーみたいなのってあるじゃん、うん、ね、うん、あれってどうなの、あれ体に悪くない、大丈夫。いやそもそもですよ、うん、缶が悪い、缶の中のコーティングしてあるものがだんだん溶け出してくるんですから。缶コーヒーじゃなくて缶の飲み物自体が悪いコーヒーをいや、まあだからね、缶コーヒーは飲んじゃダメ。缶コーヒーはコーヒーじゃない、ない、はい、で、あの香るっていうのはコーヒーが香ってるわけじゃないと、うん、いや何でもそうですけどね、ネーミング売り文句例えばですよ、この酸味のやつって結構香りがこう強く出るので、そういった豆も使ってる可能性はあります。あ、うん、まあね、缶コーヒーはまあ飲んじゃダメ、せめてだからあのドリップされたやつ、うん、それならいいと思います。やっぱりね、なんかさ、コーヒーがコンビニとかでお手軽にさ、うん、買えるようになってから、うん、やっぱり缶コーヒーって美味しくないよね、うん、だから皆さんね、多分缶コーヒーは飲まずに、そういったそのドリップされてるコーヒーが結構皆さん飲む方は多いでしょうね、はい、最近はね、うん、でもそのさらにそのドリップコーヒーもコーヒーじゃなかったっていうね、うん、まあ本当のね本当のね、うん、いや衝撃でね、引き続きあのところのホームページちょっと拝見したんですけど、はいはいはい、これ商品が多すぎて、はい、例えば私みたいなものが美味しいアイスコーヒーを飲みたいなってなった時に、はい、どの豆が一番おすすめですか、はい、そうですね、基本例えばですよ、アイスコーヒーって言った場合って、うん、やっぱさっき言ったように氷使うので、うん、氷使ったらやっぱりどうしても薄まってしまうので、うん、深い方の方が合うんですね、うん、だからさっきの焙煎度合いでいくとフレンチとかイタリアンを使ってもらって選んでもらう、うんうんうん、あ、なるほどね、うん、でその中で例えば豆で欲しいのか、あの粉にして欲しいのか、うん、粉を細かくして欲しいのかっていう選択もできますので、うん、そこで粉が細かい場合と粗い場合と何が、はい、そこもいろいろね違うでしょ、で結局粉、うん、まず豆、うん、豆って蜂の巣わかります、うん、蜂の巣、蜂の巣ってこう格子状になってるじゃないですか、うん、豆の中ってその格子状になってる、はい、格子状になってて格子の大きさが、うん、下の方が格子がでかい、こっちの方が格子が小さい、へ、うん、それは何でかというと焙煎が進んでるから格子が大きくだんだん膨らんでってくるんです、はい、豆って、はいはいはい、あ、うん、あ、なるほどなるほど、でこっちの格子が小さいから、うんうん、そこにお湯をかけた時にこっちの方がお湯が入りづらいですよね、うん、こっちの方がお湯入りやすいんです、うん、でドリップの速度変わる、うん、で細かく引くとよりほら細かくなるから、うん、なかなかドリップしない、うん、こっちになれば格子が大きくて粗くすればあのスカスカになるのでお湯の抜けが早い、ドリップが早い、うん、っていうような感じです。じゃあ苦めのアイスコーヒーが好きな人はどの豆のどういう引き方がいいの？そうですね、アイスコーヒーだったらまあ極深いのイタリアンローストで引くんでしたらまあ中挽きか粗挽きぐらいでいいです。あ、はい、であとはホットコーヒーで、あんまり苦くないホットコーヒー、うん、そうですね、一応まあ万人向けというか、ね、万人向け、うん、そうまあ中入りって言われてるシティローストっていうところが、うんうん、まあ酸味も程よくあり、うん、苦味コクも出てきてるあたり、まあシティローストっていう中入りのあたりがまあ一番ベストですかね。こんなさ、ホームページ見たらすごいの、言い方まで選べるからさ。そうですね、まあそこがまず基本なのいや、ここのコーヒー一回飲んだ方がいいんだろうけど、ちょっと自分で頼むのがいや、どれ頼んでいいか分かんないわ。電話してください。あ、いいのそれ。電話、あ、いいの、はい、電話いいです。電話いいって。電話してください。あとはあの、お水は水道水よりやっぱそのミネラルウォーターがいいってことですよね。はい、水道水もやっぱり出てる、あの水道から出てる水で日本はいいと思います。あ、そうなんだ、うん、別に買わなくても、うん、問題ない。あとは抽出時間とかその抽出する温度によってちょっと変えてもらえればいいと思います、うん、そこはね、分かんなかったら聞いてください、私に。それが一番いいわそれがいいわ、そう、それ言ってよ。そう、じゃあ番組出てる人は自分のどんなコーヒーが飲みたいかをここに電話してください。聞いてくださいね、はい、それで、うん、あの売ってもらえばいいね、はい、お教えします、はい、すっ
ごーい。コーヒーの世界が衝撃的すぎて、あとはそのここで売ってるああいうちょっとおつまみ的なのも、ね、はい、ネットでは売ってないんだ、はい、ちょっと委託で販売してるんで、ね、はい、なるほどなるほど。じゃあ近くの人は来てみたらいいね。そうですね、はい、定休日は、定休日は毎週火曜日だと祝日、祝日、はい、祝日はちょっとやったりやんなかったりなんですけど、ちょっと距離がある方はね、一回お電話してから来るかもしれないですね。はい、はい、よろしくお願いします。というわけで、体にいいコーヒーを飲もうと思ったらまあまあ奥深くてあれだったけど、どうせだってさ安いじゃん。まあ比較的ね、ね、比較的他よりはその辺のコーヒー買うのと同じ値段だったらさ、絶対にちゃんとした人のところでコーヒー買った方がいいですよね、うん、というわけで私たちも今日はコーヒーを仕入れて帰りたいと思います。ひきつさん、ちょっとまた、はい、よろしくお願いします。お客様をどうぞよろしくお願いします。はい、かしこまりました。ぜひここに立ってください。 15g なんですけど、2杯分になると、じゃあ足して30かっていうと30じゃなくて、ちょっと1割程度減らしてもらって、26g ぐらいで2杯分、あ、もうすっごい香りがする、あ、すごい、まあ、これまだ引いてないですからね、違うね。すごい、すごい、これが正しい、あ、すごい、やばい、なんていうんだろう、香ばしい、なんか、え、今までのコーヒー絶対違う、ひきさん、うまいでしょ、すごい、まあ、これがね、鮮度なので、で、こうやって引いてね、みんなドリップするわけですよ。ドリップしてこう入れると、さっき言ったように二酸化炭素が入って、ガスが入ってて、お湯をかけたことによってブクブクブクって膨らんでくるんですよ。これの膨らみがないっていうことは鮮度が切れてるので、いくら丁寧に入れても美味しくない。だからあの賞味期限うち書いてないじゃないですか。書いてなくても分かるわけですよ。温度はじゃあ85度で入れるのが一番いいですか。いや、深入りはね、あ、深入りは、浅入りはもう熱いお湯で早くみたいな。そのさっき言った酸の成分をあんまり出さないように。一番味を悪さするのはその酸の成分なんですよ。